こんにちは。サラリーマンの一言です。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、始まりました。本日はですね、7月30日行われますスーパーライジン2の勝敗予想をやっていこうと思います。2です、その2。今日はですね、今度ベラトールですね、フライ級が設立されるにあたって、そこのチャンピオンを決めようっていうところで行われる試合の勝敗予想をやっていきます。それが、堀口恭司 VS 新龍誠の試合ですね。今回それがユニファイドルール、ベラトールのルールで、チャンピオンを決めると、5分5ラウンド。いやー、来ましたね、北米でのタイトルマッチ。堀口選手はもともとね、バンタム級、ベラトールのバンタム級のベルトも持ってましたし、それを確か膝怪我したのをきっかけにベラトールのは返上して、それ以来ですかね、違うか、セルジオ・ペティスとバンタム級のベルトをかけてやって以来のタイトルマッチですね、タイトルマッチに関しては。はい、で、新龍選手はちょっとこの後話すんですけど、 CFFCケージフューリーファイティングチャンピオンシップで、タイトルマッチして以来のタイトル戦ということになります。ちょっと基本的な、データといいますか、新龍誠選手ですね。まずは本名高橋誠で22歳です。若いっすね。22歳で宮城県仙台出身の、バックボーンがレスリング、で身長が165センチでリーチが 165.5 センチ、18戦16勝1敗1分けですね、公式の記録が。一本勝ちが4勝、判定勝ちが12勝の選手ですね。で、ライジンでは前回がライジン41で来たかった大地選手と試合しまして、もうすごい試合でしたね。もう来たかった選手のデコかなんかに肘がバコン入ってベローって血がブワー出て、もう血まみれで1ラウンド終わって、でその試合からカットマンが導入されて、もうすぐ止血してもらったんですけど、結局次のラウンドで肩固めでの勝利が直近の試合ですね。でその前がさっき言ったケージフューリーファイティングチャンピオンシップスのフライ級のタイトルマッチ、ディエゴ・パイバ選手にですね、4ラウンド28秒での忍者チョークで KO 勝ちでベルトダッシュ。いや、ものすごかったっすね、本当に見てたんですけど、本当ワニみたいやって実況を言ったんですけど、まさにその通りで、もうくるんくるん回転してギューって締めて、見事に一本勝ちで、これがあの UFC ファイトパスのアワードで、日本人初のサブミッション賞みたいな、サブミッションオブザイヤーに選ばれました。っていうぐらいね、やっぱグラップラーですね、本当に。動きも超速いっすね、そのグラウンドの展開の動きが見てたんですけど。で、このディエゴ・パイバ選手に対しても、結構打撃もうまくやってたんで、UFC の本当、そうですね、上位は難しいかもしれないですけど、本当平選手とかがまだ戦っているような層には全然ね、引け取らずにやっていけんじゃないかなと思いますね。本当に平選手、鶴谷選手で、ついで新龍選手っていうような、この本当日本人のフライ級三つどもえといいますか、サンバガラスがね、本当 UFC 荒らしてくれと思うんですけどね、っていうぐらいのやっぱ期待が持てる選手ですね、新龍誠選手。はい、で、対する堀口恭司選手ですね、32歳、群馬県高崎市の出身、身長165センチ、リーチが169センチと、リーチはちょっと、新龍選手よりは長いですね、身長は一緒なんですけど。で、36戦31勝5敗、そのうち KO は15回、1本が4の判定勝利が12。で、バックボーンが伝統派空手っていうところで、本当にもう出入りがすごい早い選手で、なんか膝怪我して動きが落ちたって言われてますけど、そうかって思うぐらいのやっぱりスピードとパンチの力っていうの本当にあ
ありますね。はい、で直近で試合したのが、昨年の大晦日、扇久保選手との3ですね、堀口 VS 扇久保3ベラトール対抗戦の中堅出てきて、うん、あれもすごかったですね。堀口選手のカーフがもうバコバコ入って、もう足がなんか粉砕骨折的なことになったんですよね、確か粉砕なんか裂傷みたいになって、今それでね、扇久保選手はちょっと戦線離脱みたいにしちゃったんですけど、それぐらい威力のある蹴りを何発も受けて、もう足がねもうえらいことになってましたもんね本当に。うん、で直近は本当はハワイで、レイボーグ選手でしたっけと試合する予定だったんですけど、まあ、レイボーグ選手が体重超過して試合がなくなったんで、まあ、そこでその堀口 VS 扇久保3以来の試合が今回このタイトルマッチっていうところになります。でまあ予想ですねにはなってくんですけど、まず展開ですね、いや難しいですねこれは。新龍選手はやっぱり組んでいきたいと思うんすよ、基本的にはやっぱレスラーなんで。やっぱ打撃でいくとやっぱり堀口選手にどうしても分があるんで、まあ、そこ崩していくのは難しいと、まあ、そうなったらやっぱりタックルだとも組みついていって、どういう風にグラウンドの展開に持っていくかっていうところが、まあ、新龍選手にとってはポイントにはなると思うんですね。ただ今日本当もう何試合か堀口選手の試合と新龍選手の試合を見せていただいたんですけど、いや堀口選手はめちゃくちゃ体強いですね、本当に異常なぐらい体強くて、でまあやっぱ直近僕一番堀口選手が苦戦したなと思うのがパッチーミックスとの、バンタム級グランプリ1回戦だと思ってるんですけど、まあ、あれも本当パッチーミックスになんか何回も決められそうな場面あったんですけど、それも力でグワーってやっぱ逃げたりとかもしてたし、なかなかこうミックス選手も攻めあぐねてるところもあって、結局5ラウンドの判定負けだったんですよ。でも本当他の選手だったらいつどこで決められてもおかしくないような場面でも、やっぱそういうガードができるところが本当すごいなと思って、で僕暴れられる力っていうのもやっぱりねありますし、ミックス選手の方も当日2階級ぐらい上ちゃうかいうぐらいの体してるんで、まあ、そんな選手にね堂々と戦い合えるっていうのが、まあ、本当堀口選手の体の強さを物語ってるなと思いました。でやっぱそういう選手に対して組みついてグラウンドの展開で勝てるかって言ったら、俺ちょっとむずいんちゃうかと思うんですよね。いくらまあかなり素早いと思うんですよ、かなりスピード、そのグラウンドのスピードもあると思うんですけど、いや厳しいんじゃないかなってすごい正直思いましたね。はい、まあ、なんで自分は、堀口選手の3ラウンドでの KO 勝利じゃないかなと思います。まあ、理由としてはやっぱりそのでグラウンドの展開に行けなくて、攻めても攻めても切られて切られてってなった状況でもう打撃で行くしかないってなったところに小雑に入ってしまったがゆえにバコーンと当てられたりとかするんかなっていうのがすごい正直思いましたね。まあ、それで僕は堀口選手の KO 勝ちなんじゃないかなと、予想します。いやでも新龍選手にもねめっちゃ頑張ってほしいなっていうのはすごいありますね。なんか多分他の人たちもそういう風な予想をすると思うんですよ、京一選手が勝つみたいなのは。いやでもそれをこう覆すっていう、まあ、覆す可能性も全然あると思うんですけどね、一発バコン当ててとか、堀口選手なんか多分ね一発当てて負けること結構あるんで、甲斐選手の時もそうですし、ペティスの時もそうでしたし、だからその辺でまあ勝つ可能性あるんですけど、まあなんかこうなんとかしてその周りの人たちの予想を覆すような試合をしてほしいなっていうのはすごい思いますね。でやっぱこう堀口選手に勝つ方法っていうのがやっぱり堀口選手の体の強さを超えるような体の強さがまずないと
やっぱきついっすね。うん、うん、そうっすね。やっぱ寝っ転がされたらもう基本的に押さえつけられてるっていうやっぱ印象なんで、うん、やっぱ堀口選手をタックルで倒せるぐらいの力がないときついなと思いましたね。まあ、あとはそれなりにこう打撃のスキルといいますか、堀口選手を下がらせるプレッシャーを持った選手じゃないとなかなか城を崩すのは難しいんじゃないかなとは思いますんで、うーん、まあっていうふうに考えるとやっぱり堀口選手の KO 勝ちなんじゃないかなと思います。はい、皆さんはどうでしょうか。この試合に関してはぜひね、皆さんのご意見をコメントなんとか書いていただけると嬉しいです。お待ちしてます。はい、それではチャンネル登録と高評価お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。